大谷翔平のコンオフが話題に、米大リーグは2日、日本時間3日にトレード期限を迎え、エンゼルスの大谷翔平投手の残留が決まった、トレード市場ではヤンキース、パドレス、ホワイトソックスなどの球団が移籍先に浮上した二刀流のスーパースター。現状の契約では23年シーズン後にフリーエージェントとなるが、 米式シは早くも、ンオフのトレード市場注目の3名柄の一角に挙げている。エンゼルスは先発ローテの一人だったのはシンダーガード、投手、守護神ライセル・イグレシアス投手、有望株のブランドン・マーシュ外野手という主力を次々と放出。トレード市場の目玉だった大谷翔平は、今季の残留が決まったが、早くもこの。 オフのマーケット注目株に名前が挙がった。米紙ニューヨークポストのコラムニスト。ジョエル・シャーマン氏はトレード期限を迎えた後にツイッターを更新。オフシーズンのトレード市場がただいま開幕したようだ。昌平大谷。パブロ・ロペス。イアン・ハップは今の注目選手から。 オフの注目株に移行したと伝えたコメント欄には米ファンから大谷はメッツへ翔平はエンゼルス以外ならどこでも大谷はドジャースだよメッツには大谷が必要みんなヤンキースに来いジャイアンツは大谷を狙うべきといった反応が多数各地の球団ファンから期待の声が上がった大谷翔平は トレード期限の時点で今季7勝6敗で防御率341のマーリンズ右腕のパブロロペス今季打率2769本塁打46打点のカブスのイアンハップ外足とともにオフのトレード市場の注目銘柄にマーケット閉幕から即日で 次の遺跡市場での動向に注目が集まっている。 問題は延長戦へ早ければ今オフさらなる争奪戦勃発三角トレードの可能性も日本時間3日午前7時米大リーグのトレード期限を迎え去就が注目されたエンゼルス大谷翔平28の残留が決まった大谷翔平はポストシーズン進出が絶望的なチームで 二年連続のアリーグ MVP。投手として最高の栄誉であるサイヤング賞受賞を目指して、今季残りのシーズンをプレーすることになった。1日付のニューヨークポスト電子版によれば、ヤンキース、ホワイトソックス、パドレスの三球団が大谷翔平のトレードを打診したが、 エグンのアーティモレのオーナーが主力選手の放出に消極的なため、商談が成立しなかったという、19段参戦ではっきりした高評価、大谷翔平をめぐっては前日の3球団以外にも、ドジャース、メッツの金満球団のほか、ホワイトソックス、カージナルス、マリナーズ、 レンジャーズ、ブールージーズの k 1 9球団がオファーを出したとされる今期中のトレードは消滅したが改めて大谷翔平が高評価を受けていることがはっきりしただけにコンオフ二刀流の移籍騒動が再燃するのは必至だク君はトラウト8年約390億円レンドン4年 約200億円の長期契約を残す2人の高級取りを抱えている以上大谷翔平と大型契約を結ぶのは球団の財政的に難しいともっぱらだ大谷翔平が FA になるのは来期終了後選手が FA で移籍した場合古巣の球団はその見返りとして翌年のドラフト指名権しか得られないエグンが 大谷翔平を引き止められないのであれば大谷翔平が FA 権を取得するライオフまでに放出して複数の有望な若手を獲得する方が得策と言える今回大谷翔平が強豪チームに移籍してポストシーズンで活躍する姿を思い描いていた米国のファンからは牢獄弱小球団にとらわれたまま がっかりで意気消沈といった声も上がっているが、早ければ、今後フにも二刀流の新天地が決まる可能性はあるのだ、複数球団、10人以上を巻き込んだ三角トレードも、野球文化学会会長で、名城大准教授の鈴村雄介氏は、今夏の移籍市場を賑わせたことからも、大谷翔平が、 コンオフのストーブリーグの目玉になるでしょうとこう続けるその年のポストシーズンを見据えた夏場の補強とは異なりシーズンオフは大半の球団が人件費も含めて1から編成を練り直します毎年11月から12月にかけて GM 会議ウィンターミーティングが行われるため夏場以上に移籍が 活発化する各球団の GM 編成担当者の話題の中心は当然大谷翔平の動向になるでしょう江軍のミナシアン GM には他球団の GM から大谷翔平のトレードの打診が殺到するはずです今年の FA 事情も大谷翔平のトレードを加速させそうだ今後の FA 市場は投手 野手とも比較的、人材難。目玉になりそうなのは、投手では、レンジャーズの左腕ペレス、31イコール9勝2敗。防御率2位。52。野手の長距離砲では、大谷翔平と共に、今季のア・リーグ MVP 候補に上がっているヤンキースのジャッジ外野手、30イコール打率。 43本塁打、93打点くらいだ。実力の劣る選手に大金を積むよりも、トレード市場で大谷翔平に白羽の矢を立てる球団は少なくないと見られる。すでにメジャーで二刀流が通用することを証明した大谷翔平であれば、多くの球団が獲得に名乗りを上げるのは当然です。 大物選手のトレード交渉になれば2球団間で交換要因などの折り合いをつけるのは難しいため3から4球団10人以上の選手が絡んだいわゆる三角トレードに発展すると思います前室の鈴村氏子の三角トレードはメジャーで頻繁に行われており2015年にはブレーブスのエース左腕だったウッド 最多西部二度のジョンソンを軸に若手有望株との交換でドジャース。バーリンズを含む三球団。計13人による大型トレードが成立。14年にはアリーグの新人王でレイズのマイヤーズ外野手を中心にパドレス。ナショナルズの三球団で計11人が動いた。このオフにはブロックバスター。 大型トレードで大谷翔平を獲得し、二刀流を中心としたチーム編成を検討している、球団もあるでしょう。トレード成立後に FA 権取得を見据えて、大谷翔平との契約延長を打診することも考えられ、メジャー史上最高となる都市平均5000万ドル、約66億円の複数年契約を結ぶ可能性もあります。 鈴村志コンオフは、今夏をはるかに超える大争奪戦が繰り広げられそうだ。守護カ田ラ大量放出チームは、トレード期限最終日に主力選手の大量放出を行い、先発右腕ンシンダーガード、マーシュガイアシュがフィリーズへ、守護神イグレシアスがブレーブスにそれぞれ移籍した。いずれも赤手選手との交換となる。